録画開始します。はい。これでいいのかじな。ゃあまあ、あとマイクか。これパソコンで10秒送りとかどうやってやるんですか？全然パソコンで使わないからわかんないです。ああ、10秒送りとかないんじゃないですかね。ない？ないと思いますパソコンね。ないですか？あ、そうないんだ。YouTube ですよね。ないと思います。あ、マジっすこれ1本目のスター、1本目ですかか？ね。一 本目ですね。一はい。本目のスターで。まあ、めっちゃ右振ってるから、まあ、とりあえず一線で出たいみたいな感じで、めっちゃ右手が真んいい中センからスで出たんですね。けど。真ん中。うん。で、ラインもまあ、下寄りだから、まあ、割とどっから出てもいい感じだろうっていう考えで、真ん中ぐらいから出たんですかね。ゆうこさんだったら結局どのあたりで出いやー、神いますね、俺。チャラあスって。あ、神いるどうけだろう、どこれ。も。いやー、でも、神いるんかな？ちょっと、あんま、奥の風見れてないんで、わかんないです。まあ、奥ではも、これ左。左だから、左かな？左にいますかね？普通になんか、僕は有利、もう振る方から絶対出る。これなんか意味あるんですか？この微調整。今なん、もう一回見、ね、なん、どこの話こですか？の、なんか、ここら辺の、もうちょいか。あ、もうこれ、むずい。微調整むずい。微調整むずい。あ、まあ、ここから見ていきそますこか。の、この、子とかも、子とかもあ、そう、なんか、ああ。ちょっと意味あるのかなって思って。確か俺、全然やんないんで、その VMG 以外ですね。パソコン。に。わかんないです。今、対応としてたんですかね。なんだろなんう。か、こっちの方が効果的だったりするんですか？なんかその、逆に VMG から反らすことで、なんか、もういつも俺だったら巻き戻されて、そのまま返す、ね。僕まあ、ちょっもとそのでもままあ、ま。わざとピンチしちゃうときとかあるけど。ああ、基本そのまま返すかなっていう。僕だったら。なんかあるんかな、意味。もう葉月さ一回。んとか今いないですか？ハキさん今いないですね。どっか行っちゃいました。985さん来ましたけど。9853。で、まあ、これはまあ普通に。ここはまあいいかな、もう。もうちょい、お前あ、ももうちょい。ゆうこさんに任せますよ。そこは。まあいいや。とりあえず流しておきます。はい。ここに。ここも、まあそうですね。受けますかね。ああ、ここで反則するんだ。僕このタックわかんないというか、なんだろねえ、わかんない。う。うーん。ここは全然左って言ってもあったんじゃないかな、やっぱり。はい。いや、めっちゃオーバー。すごい。うん。ペナルティを受けないことを優先したのかなと、僕が一度見たときは思った気がしますけど。まあでも僕もたまにやるというか 早めに、結構、どういうメリットあるんですか？そんな、まずあんなオーバーして、まあ、多分距離的なメリットはあんまないと思うんですけど、なんか、気が楽になるというか、一回その、なんて言うんでしょうね。落ち着きタイム。そうやることを落ち着けるっていうのはあると思いますね。僕も、
もうなんかめんどくさくなったら、最後の最後左寄せれるのやめます。そっちが良さそうでそも。うだ。なんか後で船避けるのとかめんどくさいなとか思ったら、僕は。あ、僕、こういう局面大の苦手なんですよね。まあ、みんなかもいしやんないけど。ー、そうっすね。うん。うん、きついっすよね、これも。こういうところ。こういうのって、いつもこれ早めにジャイブしてちょっとポートでうん、圧をちょっかけとていくというね、か、ま、でもそれで結局最後スタボに主張されて負けちゃうんですけど。でもこいつは絶対譲ってくんないじゃないですか。基本。譲ることあるか、これで。あるんだ。あり譲まるんす。や。あ、でもこれ。今のは譲る側のメリットとしては何でしたかね。なんかなんかが、譲んない方がいい気がしましたけどね。どうなんだろう。どうなんですか？やっぱ全体で前に追いつこうっていう考えなんですか多分、ね？そうでこすのか3点ね。追いつこうよっていう。俺だったらちょっと殺しちゃってるいけや。ど。奥まで行っちゃってる気がする。どっちがいいんだろうな。ああいう、この、戻ります。はい、そこちょっと気になる。こういうところで、まあもうちょい前とかで、まあもうどこだろうな。ここら辺からもう、下野誰だ、これ。誰だ、もうこれ。じゃねえな。誰だろかな。なうぜが、でもうこれ、そう、普通はここで、こいつがイン取りたいから、だからこいつがイン取りたいから、こう、そうですインね。チし、ラフィングして、で、ブロックされて、で、めっちゃ渋い、なんかめっちゃ距離も、結局ここら辺で、なんか、アビームぐらいになって、こうなるみたいなのが予想で、大体そうじゃないですか、なんかまあ、まあ大7体割そう方、です7、ね。8割方。はい。だから、それ嫌って大体、僕だったら、もうここら辺で、ちょっとラフドから止まって、もうこっちに出る。そう。もうこいあつの後ろにつけちゃうんですけど。あ。でも、そうするとなんか、あれですよね、刺激しちゃうんで、なんか、結局、逃げられちゃうというか、可能性が。まあ、僕、あんまやんないですけど、今思いついたのは、やっぱり、今、ちょっと芝とか言ってましたっけ？なんか、なんかバウを待っ下て、げこっる。ちに座りそう、たい。じゃ、この位置でバウを下げていくっていう。この外側のラインでバウを下げていけば、許してくれるんじゃねえかっていう。ちょっと今度やってみようか逆、な。そうですかね。なんかブランケ、ライン下げたら、いどんや、ぐらいまで下げると思う？もう、後ろに、クリアアスターになるぐらいまで下がるっていう。もう完全に譲る。このオーバーしてる状態で、クリアアスター。ここら辺ですか？あ、そうですね。あ、それか、もうフランスのもうちょっと後ろ。まあ、ちょっとブランケあるんで、それを、まあ、後の方でやるとか。今思いついただけなんで、実際にやったことないんですけど。そういうのもありなのかなっていう。真横にいたら止まっ絶たらなん対、かこいはつい。にブランケかかるから、こいつがうざってなって、なんか、そうですかね。まあ、そこラフしは、ていく。どうなんだだ？からそれちょっと横に避ける。それも込みで右後ろぐらいにいとく。ブランキかけないで、完全にここら前辺です譲か。るようで、前譲るよっていう感じで、あとブランキもかけもうないように前して。譲るスタンスでいくってことですか。あ、もう、そうです、そうです。後ろ、もうこの不毛な争いになっちゃうから、ああ、もう負けをもう認めて、そう。あえて負けを認める作戦。ああ、もうありななのるか、ほそど。の、今回はたまたま譲ってもらったと思うんですけど あ、でもたまたまかわかんない。
和樹さんの人徳かもしれないんですけいど。や、人徳、これ人徳ありますね。これいつも僕なん俺だっか、たら殺されてました。いつも無理やりジャイブして内側入ってずるずる下がっちゃうんですよね。そうっすね。もう一回、ちょっと和樹くんに聞きたいな、意見。いないかいな、いないな。今か誰な。がいる？あ、めっちゃいる。いますよ、めっ増えちゃいてまる。す。めっちゃ、ゆうこさんの話が聞きたくて。めっちゃいる。めっちゃいるけど、なんか何も言えない、俺。いやいや。難しい。難しいな、これ。どうだろう。ちなみに、985さんとか、どうですか？こういう時なんか、どうします？どうするとかあります？話せますかね？話せなかったらいい。あ、ちょっと途中聞いてなあ、かったです。ごめんなさい。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。僕が直せの立場だったらどうですか？いや、この和樹くんの立場だったらですあ、ね。和樹君の立場だったら。そうですね。まあ、なおせの攻撃、食らわないように行くしかないですよね、この位置だと。この今まあ、話してたのが、はい。そう、ここで結局その、こいつ、あ、ナウゼが、ナウゼとこの下のやつが、で、イン取りたいから、ここでブロックしてきて、めっちゃここで不毛な争い、することになるのが予想できるよねっていう状況で、まあその、どうするかっていう、ここからどういうふうな動きをしますかっていう話なんですけど。そうですね。もうなおぜからもう攻撃食らうのはもう見えてるんで、もう早めに食らってうちに入るか、もうギリギリまで避けていくしかないですか。八千代さんだったら、まあ、僕だった左ら、に入るようなことはしないっそうてですいね。早めに、もうペナ食らってもいいから、うちが早めに。で、逆に、逆にそ左れももありま回すれるね。ような形の方が、選択肢は出るか。もう確かに。こここで、の位置の確かに。時点で、もう結構、つい位置ではあるそうですね、確かに。んあ、ペナは逆に食らうっていうのもありですね。ここで。で、わそうざわざですね。ラフィングして、やるぐらいだったら、なんか、そうです。早々にペコーナトで、で、左回っても多分ずっとプラスを走れる感じの風にそうですなっね。てるんで、まあ逆転の目はあるから。おー、その後確かに。右に振ると仮定すると。いって感やー、じ。確かに。そうっすね。いや、確かにそう思います。いや、結構これ最適なんじゃないですか。多分、そうっすね。そうですね。ラ俺フィングの、そっての、のはあんまり、よくそうっすよね。なんか、このポテンシャルわざと潰すし、こいつらからも目つけられちゃう。で、後ろになあ、も、もう自分、もう、持ってかれちゃなんか自分で当たりに行った方が、う。で、ああ、そうなんっかす。こいつやられちゃった、みたいな感じで見えるから、こいつらは。ヘイトが向きにくいみたいな。そうっすね。で、疑似的に、こっち側に出れるっていう。あ、確かに。いや、それ、最善な気がします。あと、ありがとうございます。相手にも言います。相手にも。結構攻撃的な人だったら、必ず来るから、だったら先に行ってなくなる。確あかんまりに。その攻撃的じゃない人、紳士的な人だったら、そのまま行くっていうのもいいかもしれない。確かに。人 呼そういうびのはで。結構、人によって、こういっぱいやってるうちに、この人は結構攻撃的だなとか、分かってくるから。いやー、そうですよね。それありますね。確かに。まあ、ナウゼは、紳士目ですよね。紳士じゃあ、目だそうかっら、す、ま紳士目。まあ、切れてなければ、紳士目。あ。ケ ンタは紳士目だから、まあ、そういう人呼びもしてんのかな、和樹くんは。もしか多分したら。それもあるかもしれないです。い人を見やー、ていするごい。可能性。このフそうランかもしスれはません。ステファンなんで、ステファンも優しめだと思いますね。そうっすああ、ね。優しいんだ。優しめですね。ステファン、知らない、全然知らないけど。そうなんだ。ああ、確かに。そうですね。人読みプラス、そうですね、人まあ、あ結れで構あするかもね。しまあ、でもまあ、基本的に一番可能性高いのはやっぱ、もう、
この位置だったら、もうペナ食ら、早々にペナ食らって、このいい位置にそうですね、内行側くっに。ていうのがいい気がしますね。でも、そう。ただ後ろいいでのすね。低段が近いとちょっと怖い感じはありますけそうどね。ですね、うん。まあでも、ここでわちゃわちゃするよりも、もうこの、どうせここで下がっても、ここら辺に来るぐらいだと思って。2つ抜かれるぐらい。あと、いい風、気がする。風速にもよるのかな。そうですね。でもそうですまあ、ね。フーストうん、クにそもよんりな。ます。そんな変わんない。まあ、じゃあ、ここは、こんな感じで、ちょっと、ポートで、あんま僕はポートでこのも突っ込むっていう選択しなかったんで、勉強になりました。ありがとうございます。で、ここら辺はもういいか。この辺はよくて。まあ、これはまあ、無難な感じですね。もう、やることない感じですね。そう。いいや。これはいいや。ちょっと。次、2レース目いきまーす。風はどうですか？ん？風は。風、そうですね。これはまあ、最後左かな？まあ最後左かな？見えにくい。ゆうこさんだったらどっから出ますか？まあちょい、霜高いですもんね、ラインは。ああ、確かに。いやー、どうだろうな。ちょちょいい。霜高くて。いや、まあでも絶対左振るから、ああ。で、まあだから、そうですね、霜から出ますかね。霜の方が多分、この風の振れだったら、多分最初、神が、右振ってるから神込みそうだから、霜からジャストでめっちゃ加速して出て、左振れ狙う作戦でいきますかね、僕も、和樹くんと同じように。ケジュアルさんはどうすか？僕ですか。どうだジャろう。スト。そう、やっぱ左、下ピン気になりますね、やっぱり。まあでも絶対しも良かったですよね、これそうですも。ね。このピンチは何なんだろまあ、神がアタックさせたいっていう。う。なんか、スタートあれですね。なんかもうちょっと FC さんいじめてスタートしてもいいかなと思ったんですけど。なんああ、か、スタート確かに。しもピン狙ってる時に神、なんか結構空いてたら、まあ、最初から結構距離確かずっに、と保まあ、ってまなんすけど。か、FC さんだからって感じだったんで、何なんだろそれはあるかもしれない。最初から結構開けてました。う。ここで、本当はもうちょいここら辺にいたいですよね。でも、まあ、あれですかね、他の人が、その、下の空間狙ってくるのを予防しての、この開け方なんですかまあ、ね。入るならここ入れよって感じなんですかね。だから、そうですね。逆に。ここにいると、シモ来ちゃって、わちゃわちゃするのがあるから、自分の出れる、しっかりしたルームを通して。あとは左フレで、まあ、前出れればいいや、みたいな感じですかね。まあ、もうそれ以外も求めてないというか、求めないというか、自分の出れるルーム以外求めないスタンスで。まあでも実際これだって1位ですもん、多分。わかんない。どうなんだろう、これ。
左フレ続くかな、続くんですかね。バッテリーが。ああ、このフレ難しいですね。これまあ、最後右、ちょっと入って感じじゃないですうん、でも、か。韓国のラルで。もう一回左ですか。もう一回左っすね。ああ右じゃないですか。右入るんじゃないですか。右入って、そうですね。終わで、りですか、右。右入って左かな。左。ああ、そうですね。左。で、この右これ、で結構右の人たち高くなってるんじゃないですかね。どうだろう。そうですね。しかし、もうけ、OK。そうですね。うん。そうだね。なんか、左。嫌な触れ方。これ結局どうなんだろうな。まあでも高そうですね。高いですね。ま、思ったより。あ、これ左触れが来るな。右が消えた。もう、そうですね。ここからどんどん入ってこれ A ラインかな？くる。ここはそんぐら B いラじゃないですか。イン。これが大きな左フレ左が。入る。1位のレースはいい、ちょっといいか。まあ、あと逃ね、げるだけどうなしんよで。う。こんな開いてたら、まあ、よほどミスない限り、まあ、ね、まあ、守れますもん。いっか、これ。どうしよう。ないっすね。これないっす、多分。じゃあ、ちょっとカットします。ないっす。ああ、もう結構傾れた。これもまあ、ここら辺で右振り入るから、一回ここら辺で返して、で、最後でもう一回左入るんで、感じですよね。まあいいや、これは。次は、これだ、例のシーン。名作。名作っすね。まあ、1本目のスター級のスタートもまあ似たような感じはあったんですけど、こっちの方がなんかより際立ってるというか、さ、風はこんな感これじ。は、そうですね、右行きたいですよね、こ右れ。奥でいいかな。うん、最初スタボちょっと伸ばしても別には悪くはないのかもしれないですけど、まあでも途中で右には行くかなっていう。絶対そう、途中でっかい右入るから、そこに一番最初に乗せる人が出ますよね、と。ちょっと高い。めっちゃ高いんですよね、ここで。そうなんですよね。あと24絶秒。対僕、ここら辺にいますもん。いつも。マジで。ああ。絶対ここにいないと思う。でもなんか、神。あ、でも神、やっぱ神の方が多い。神がいっぱいいますね。ちょっと、うん、やっぱ右いいにな、みこんな行きれ。たいのかな。あ、振り結構大きそうだな。いやー、すごいなー。ここでなんか神を殺さないのもいい、すごいですね。もうすぐなんかつっついちゃう。ここら辺で。ここら辺でも、おれいっつって。まあでもそっか、ここで入られちゃうから、こう見てるんですよね。まあ、とにかく下のルームの方を第一。忘れする。いやー、この前、もうここがやっぱうまいっすね。本当に。なんでここで前出せるのかっていう。もうそういう神経1ミリもないっすね。
ここで、ここで普通止まるんだけど、ここで前出すと。これがすごい。これすごいです。なんかこれ結構、あの他の低速艇というかね、あの遅めの船全般に使えるみたいですね。ちょっと試してみたら。逆に速い船とかはちょっときついというか。え、ギリギリ作戦ですか。そう、そのバウダスやっぱあのスピード出ちゃう船はスピード出ちゃうんで、多分制御がかなり難しい。ああ、ね、その普通にリコールしちゃうというか、そうそうそう。こう遅い船だからまあ5秒前ぐらいにちょっと出す、うん、あと加速に時間もかかるっていうのもあると思うんで、いや確かにそうっす、あのここで多分そんなここで加速したことによってである程度なんか勢いがあるんで、なんかね、うい止ま完全に止まってる、この 2度か2の2度か1度かで徐々にいってて、これ止まらずに常にこの、ああ2、3ノットありましたね。僕とかだったら多分ね、紙立てちゃって1回止まっちゃ止まって多分 0.1.5 とか 1とかにしちゃう気がする。うんうん、これ気をつけてっていう、うん、そうですね、遅い船だと確かにこれで変わるかもしれない。ここからはそんなないですね。まあ、使って、まあ普通にもう行くだけ。ね。まあ最後多分左入るかな。うん。レイ付近で左入るから、そいつに乗せていく感じですかね。そんなことないの。途中で早めに左入る。早めに左入って最後右。多分アクションゲームみたいですか、指先が器用でどうのこうのじゃなくて。うん？これからお願いします。ね、分かんない今のは。指先が違う。指先が見てるだけ。見てるだけ。君の動画研究会。どういう風にしようちゃろうなと思って。和樹くんの、和樹くんの弟さんでしたっけね。あ。隣に和樹くんがいるという。あ、いるんだ多分。こんにちは。あ、いた。こんにちは。まあいっか、ここはもういいっすね。これはまあ、うん、ここはまあ見るもないっす。あ、そこじゃあ和樹くんに質問しよう。質問、ここ、ここのスタート、和樹くん聞こえますか？あ、いる？聞こえない？はい。あ、聞こえた。このスタート前に考えてることとか、この動画に合わせて、どう前ですか？言ってる。この動画で考えてることとか。はいはい、考えてることを、なんかもう、とりあえず、神下、速タックが決まれば勝てるよな、とは。そうですね。うん、スタート前考えてたのは基本それぐらいでした。え、でこの位置なんか高いじゃないですか、普通の人は。はい、高いですね。はい、うん、それはなんかどういう意図でやってるんですか？このなんていうんですか、ちょっとリアルレースっぽい感じっていうか、その後から入っていくと、その失敗するイメージがすごい強くて、んで、その意識するのがこの下のナポリさんだけで良くなるので、結構楽ちん
なんですよね。うーん、なんで、早めの高い位置で待つ方が僕は好き。ああ。なるほど。ああ。もう、下を、ノルマはもう、最低限にしとくと、その下の手だけしか見なくていいから。はい。それだけでいいので。確かに。まあ、ルーム開けちゃってると、その、ギリギリで入ってくるやつの処理とかをしなきゃいけなくて。はい。ですね。全体を見ないんだから。なので、はい。なるほど。いや、確かに。そう言われたら、そうっす。なんか、その、だからもう、あれですか、意図的にめっちゃ、小さいルームというか、はい。はい、で、作ってるってことですか。はい。スタート前に、あらかたのルーム作るのはちょっと自信があるので、それを使えば、スタートできるかなって。いやー、すごい。それ苦手なんですよね。すごい、ね。なれ、なんか、全然、いや、当たっちゃうんですよね。真似してみようと思って、やったんですけど。普通に島を伸ばしてきて上がっちゃう、はい、そこの、なんか、ね、そこの調整が。心理戦みたいな感じです、ね。なんか、汗です。もう、なんかそんな感じでしてたイメージがあるので、そっちも、とかちょっと、思ってます。まあ、好みはあると思うんですけど。はい、ちょっと飯を食べないと、あ、いいので、すいません、一旦はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。うん、でもいい、じゃあ俺もやってみよう。ああ、ちょっとね、なるほどな、リスクってそういう話なのか。やることを減らせば。まあ、やっぱ、そうですね。もうそれをやるだけでいいんで、その仕事をやるだけで、ちょっとやっぱ、確定要素多くなっちゃうじゃないですか。紙、まあ、そのルーム開けちゃうと。あとは、もしくは、後ろから入るっていう動きは、選択肢があるゆえにっていう。ああ。後ろから入る動きが、まあそうですね、その、だから、やること、が多くなっちゃうってことですね。そうですね。もう結構で、あと、ミスった時に結構そう、取り返しのつかないミスになりがちですよね。そうでもない。なんか、ね、手前で当たっちゃった時とか、あとなんか足りなくなる時とか、そう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 。あとなんかよく一個言ったり、あ、そう、紙立っちゃうもあるし、あ、思ったより左振っちゃうとかもあるし。ああ、そうですね。それもない。一枚ね、待っといて、それで、それで、まあ、少ないですよね、そのリスク的な意味で。確かにな、そうか。俺もそう思います。まあいいや。はい。ここはまあいいっすね。飛ばします。またスターですか。なんか、あれ、確定手2回ずつぐらいなのかな。めっちゃ左振ってますけど、まあ、これは最後右入るから、まあポートで行きたいですよね、多分。どうですか。ポートスタートですか。そのポートできるだけポートになりたいです。ああ、できるだけポートになり、ああ、そうですね。そう、行きたい。右で作りたいですね。右。なんかちょっと左も僕は気になるんですけどね。なるほどね。ああ、左も。気にはなる。まあでも、右を狙うと、和樹君は。で、高めの、ま、高めに待って、FC、これ FC3、FC3、この、だからこの入らせない。FC3 だけ見てる。FC3 だけ見て、FC3 伸ばしてきた、で、
FC さんだけ。FC さんがやられて。ラッキーラッキーで。うわぁ、うまいっすね、マジで。いや、このしかも。そうなんですよね。いやーこれうますぎるんだよな。ここまで神の手信用できるなというか、見て判断じゃないですね、タイミング的に。いやーもうそう、もうタックしてますもんね。もいやそう。えっ、いやまあこれなんかか、今期はってやってますよ。なぜそんな、うん、なんかビッグキャンですか、どう見てやってると思います、うん、ここら辺の。まあ、あの、ブラジルの手が、いや、同時ですもんね。ブラジルの手のマークタッチ見て、って感じですかね。強いて言うなら。ブラジル？一番神で、ブラジルなのに言いました。スペインの神にブラジルの手が入ってきたんですけど。そこの手が消えた瞬間に自分の神のここ、このタイミング、これここでもなんかこいつに絶対やられるじゃないですか。でもまあスタボだったらこいつがタックしなかったら絶対、うん、でもまあタックできる条件があるから、まあでも、いやでもやっぱこれ読むしかないじゃないですかね。なんか挙動にはあんま現れてないようには、いやその多分そう、え、でもそのこの位置でタックできて、今のタイミングでタックできてないと多分あと1、俺だったり多分1秒とか遅らして、こいつがタックしたの見て急いでタックするみたいな感じ。まあ僕もちょっと待つかな、多分それしちゃうと、でもそれしちゃうとこいつが自由にタックできちゃって、こいつにこう主導権握られちゃう、からそう、いやもう できるなら絶対早くタックした方がよくて、いやーうまいっすねマジで。なんでだろう、なんでここで、このスタートもめっちゃうまいんだけどな、このもうラインに。ここで飲まれたら、どうせ、タイになるから、リスク、あれですか、ここでちょっとでも遅れて飲まれたら、一局順位が、その、目立った時とあんま変わんなくなっちゃいそう。だから、まあ、そういう期待的に、した方がいいだろうっていう。すごいな。コマオーバーもそうですよ。めっちゃ右振って、左振ってるから、まあ、オーバー出しちゃって、オーバーって。そうですね。これこそやっぱタック数増やしても、怖いだけというか。そうですね。まあ結果的にやっぱ下の方から出た船が高かったっていう、最初の海面で。下の方から出た船、ああ、しました。そうですね。確かに。高かったですね。いやー、俺じゃあそこも課題ですね。ここで神を選んじゃった。あ、結構、僕も絶対神から出ようと思っちゃってるんで、ああ何考えてんだ。あ、ここで中入っていくのも結構すごいなと思いましたわ、これ。あ、そうそう、この場所を見つけるって、見つけてんのやばいんですよね。
ありがちなミスとしてはさっきの即座した後にめっちゃ左出してで後ろの人たちにずっと捕まるっていう、まあ、ここ結局捕まってるけど、まあ、なんか良さそうというか、うん、まあ、まだなんか多分そうこことか多分この位置にここにいたらここにいたら絶対ここで飲まれここら辺で多分そうですねこいつらに飲まれたんで、うん、多分その中に入る判断は正しかった気がします。こんなフレッシュで回れてないと思う。うん。これもまあ、ブランケ優先してダブルタック。そうですね。ここもいいんじゃないかな。うん、やっぱ奥まで行くってなったらやっぱダブルタックした方がロス少ないですかね。そうなんじゃないですか。やっぱりスターは特にブランキきついと思うので、うん、そっか、うーん、まあ、ここもギリギリブランキではありそうですけど結構左振りそうだったから僕だったらなんか放置しちゃいそうだなって思ったり。そうですね。あ、まあでもそれも全然いいと思うんですけど、強いんだろう。このまま、これ返すと。で、うん。何を考えてんだろう、ここで。いやー、ここ行きたくないっすよね、でも。いやでも僕、いや僕はそのまま真ん中入りたいタイプですね。なんかなんだか、ここら辺で焦っちゃいません？ああ、まあ分かっちゃうんですけど、分かりますけど、どこだっけ？なんか。あ、どこ？あ、もうちょっと前ですか？ここら辺で、で、ここで、ああ、ちょっと右、じゃあこっちとこっち伸ばそうと思ったら、あ、こっちこいつ来るやんって思って、ああ、じゃあ逆行こうと思ったら、あ、こいつ来るやんってなって、ああ、でもこいつのブランキー嫌だと思って、もうちょい伸ばそうとして、ってなっちゃう。大体この、その、後ろが固まってたら、うん、団子になってたら、こう、うん、右と左に結構分かれていくのが多い。まあ、それていくから。そう、多いから、やっぱ真ん中。うん、ああ。で、仮に後ろの人が、うん、はい、すぐ後ろの人がついてきたとしても、はい、まあ、後ろのブランケにその人捕まってたりして、まあ、まあ、割と逃げれるかな。後ろに入れればいいみたいな。うんうんうん。確かに、真ん中のが選択肢広がりますし、注意帯はやっぱ真ん中のがいいですか？どう？いや、まあ、そうとも限らないかもしれないですけど、うん、まあ、状況によりけり、まあ。逆にもうちょっと後ろにいたら、あ、まあ、それは注意帯じゃなくて解体なのかな。うん、でもどうなんだろう。まあそうですね、まあ、うん、どうしても外側行くのは、あの左右の風速差がめちゃくちゃ大きい時ぐらいですね。真ん中の方が確かまあいい、良さそうですね。あんまり真ん中行かないか、なんか行ってみよう。まあいいや、これはこれ。何？あと1レースか。あと2レースか。あと2レース。あと3ぐらいないですかね。何すか？あと3レースぐらいないか。ない。レースぐらい、多分8レースやったと思うんですよね、うん、これ6かな、うん、じゃあ3回目になったらどっち行きます？ちょっと待ってくださいね、これあんま見れてなかった。ああ、これか。これ神選んじゃうな。もっと神、うん、僕も神です。神から行きたいですね。
割と FC さんと和樹さん近い場所で出てますね、さっきから。昨日たまたまかな。最後左ですから、これ。ちょっと見えないけど。左なのかな。左っぽい。でも嫌な形してませんか、左。和樹さんあんまり紙マークの方見ないんですよね。いや、そう。見ないんだよな。そうなんですよ。もっと視点をふいってやってほしい。たまに今見るときもあるけど。でも比較的少ないんですよね。でも最後これ振るんじゃないですか。振るんですかね。そうだね。レイぐらいで。まあ振るか、ちょっと。レイぐらいで左入って。でも触れたにせよ、ちょっと前、それでも、そう、前通れないんですよね、上側の。それでもやっぱ、右行きたかったかな、さすがに。なんかきつそうに見えちゃうけど。そうっすね。さすがに右行きたいです。いやー、まあこれもきついですね、もう。こういうふうに。もう一生返さない。あ、でもやっぱここは。オーバーセールの方がいいんですかね、やっぱり。こんだけ。いや、まあ、そうじゃないですかね。さすがに。いや、どうなんだろう。こんだけオーバーセールしても大丈夫か。でも。ブランケの、走る時間長いか。さすがに長い。そう。FC さんも多分ブランケ入ってちょっときつい、和樹くんよりポテンシャル落としてるんで、ブランケじゃない方が早いか。ギリ FC さんがでもラップ切れてる、勝ってるけど和樹さんねじ込んでるんで。あ、でもこれねじ込んだ方が良かったんですね、これは。ああ、まあそうですね。まあこれは絶対、ああでもかわいそう。ああ。ああ、やばい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 。ああ、これもったいない。これもったいない。ああ、かわいそう。かわいそう。え、これの、ノージェイだね。ノージェイか。なんで、後ろ全然見ない。そうなんですよね。まあ、後ろ走ってるからなのか。でも風見たいですよね。ブローみたいな形。船の向きえぐい。何考えてんだろうな。やっぱ減らしてるんじゃないですかね。その情報量とかいろいろなんか対応すべきものを。うわ、すごいこれ。オーバーセール。ここら辺も多分もうちょっと風見とけば。いや、見とけばね、これは絶対、もう少し回避できた気がする。あ、そう、こんなだったら。まあ、このレースはそう、和樹さんちょっと乱れてたんで、それ乱れてた。ああ、これはちょっと、これはちょっともう、ああ、ちょっと乱れちゃった。多分結構、最後まで渋い。いかにこれをしないかですね。こういうレースを減らすか。最後一定だけ。リーチングスタートもあるか、そういえば。
いやー、俺もこれで成功じゃ試しない、マジで。何ですか？記憶ない。これでなんか、前出れたの。あー、ナクラのリーチングですか？いや、基本、なんか全部、リーチングスタート全部。あ、リーチングスタート全部。こんだけ20人、そう、うまいフリートの20、そう、20人ぐらいのフリートで。マジで出れた試しない。難しいっすよね。リーチングスタートさすがに高すぎるの怖いかなと思うんですけどね。ねえ、めっちゃ高いな、これ。なんだ。しかも下に手いない。何を意図してこんな。加速できないから弱そうだなって思っちゃうけど。ああ、死んだ。さすがになんか、どうなんですかね。どうでしょう。どうなんでしょう。そうです。俺は弱そうだなって思っちゃうんですけど。私も、あれは。そう、リーチングスタートの、その、まあ、微風とかだったらまだわかります、ね。ある程度風吹いたらやっぱ、融通効くじゃないですか、もう船が。そうですね。遠くから行っても。うわ、すごい。ここ、そうです、右、左、最後フリップから伸ばして。で、これ返すね。まあいいんじゃないですかね。はい。全然神の風見ないな。タイマーク金の風。うん。これは伸ばした方が良かったですね。最初っていうか、もちろん右左まで行った方が良かったですね。ああ、まあそうですね。まあ、ちょっと読みづらい、こんだけ片方に触れるんだっていう。時どうしてますか？こういう。どういう時ですか？この左だったじゃないですか、海面。ああ、二神。今ですか？二神。この後です。左だけど、うん、ああ、まあ、あ、てか、その、いや、今というか、これから。うん、これ、あ、これから、はい。これから、その、さっき、そう、さっき、その、後ろ見た時に、左海面だったじゃないですか。うん。でも、結構、だいぶ、こっちの方が高いみたいな。うん。こういう時は結構最近、なんか昔だったら有利、なんかマークの高さ考えないで有利な方にを絶対回るようにしたんですけど、はい、最近は結構なんだろう、有利な海面の方を申しで回るようにしたんですけど、最近は高いマークの高さ割と高かったら、そっちから。で、その時にそんな触れてなかったら、なんかその高い方もあって即タックして、その有利海面伸ばすとか。そした方がその、なんだろうな。スタボテになれるから、そのタックする位置が自分で決めやすいなと思って。
こっちだったら、その、そう。なんで、こういう時、なんか最近は、こっちのマークを回ったりするんですよ。そうですね。これ、迷う。けど、この現時点でというか、この時点でちょっと左に振ってるので、はい。まあ、僕はどっちでもいいかなって思っちゃいますね、これは。どっちでもいいっていうのは、まあ、あとは、その、はい。どっちが安全に回れるかだけ判断して、回っちゃうかな。回っちゃうかな。あ、僕これだ、ね。これも左じゃないですか。うん、僕は即タック、今のところ即タックでしたけど。まあ、そうですね。あれがもっと真ん中ら辺まで触れ戻ってたるというか、触れゼロ度ぐらいだったら、まあ高い方でいいんじゃないかなと思うんですけど、最初、もう、あ、もう。これも多分こっち回った方が高いっすよね、おそらく。あ、こっちってのは今、和樹さんが回った方ですか？あ、そう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 。あ、まあ、これ回ったら、そうですね、ちょっと。タックタイミングとかもその、なんていうの？結構その、みんなの動き見て、その、ギリギリまで伸ばせるというか。いけるって。まあ、奥まで、その、今のシチュエーションで、逆マーク回ってたら、そのポートを、あ、そのスタボーテーターとかで邪魔されて、でもこのポートが走れないと思うんですけど、それをそのリスクがめっちゃ少なくなる。確かに、まあそう、まあまあまあ確かにそう。あ、そうですね、そう、どっちでもいいなって気は左側というか P マークかもしれないですね。うん、あんま優劣ない。でも、そうね。まあでも、あっち回っちゃうとな、なんか選択肢絞られちゃうから。あと、いざという時に、普通に低くなっちゃうんで。低くなっちゃう。ああ、まあその、めっちゃ、めっちゃその、なんて言うんですか。そう、なんか途中ちょっと右振ってた、実は右振ったとか、そう。それにも対応できなくなっちゃうんで。あと、でもあとはやっぱりその、まあ、直近の人がどっち回ってたかとかで、その風の乱れ具合とか見て、ですかね。これメダルレースですかね。これメダルです。じゃないか。一個前かな。ん？いや、最後か。11人。一戦、うん、一戦出ますと。これはまあ右ですもんね、右行きたいですもんね。右の方が、神の方が高いし。わあ、これどうすんだろう。これどうすんだろう。あ、これだって殺されちゃう。まず、あ、もう待つんですかね、ここで。これ失敗パターンですね。行かないでも待つ。ただタックができる。やべ。いやー渋い。うん、僕ここ待っちゃうな、上側の手を。
待っちゃうとは。いや、神側の手がタックするまで、はい、タックするの待ちます。うん、そうですね。僕も待ちますかね。タックしたら。うん。そうですね。待ちます。でも割といいポジションなんか、なんかあれなんか突っ込んできてくれた人がなんかいたんで、結構それもあって、めっちゃいい位置です。うん、みんなこれでね、リーバー受けて死んでいくから、めっちゃいいです。リーバー打つだけで、うわ、あ、すごい。うわ、惜しい。惜しいです。今のとこは手前で返した方がいいですよね。あ、安全のためにはそうですね。FC さん、うん、のリーバーですね。のリーバーですかね。右奥ですか、二上は。次ですか、うん、はい。ちょっと見てなかった。ちょっとどっちだろう、見てなかった。いいのか、あの、ああ、そうですね、もう右奥ですね、一択ですね。一択ですね。こういう時は、まあ、あれですね、でも前の手、がいない方ですね。うん、割と。の、そう、ここで選択肢残しておいて、そうですね。まあでもこうなったらもうしょうがないから。じゃ右結構いるんで、ね、こっちの方が。うん、そうですね。うん。ここも結構ピンチしてるんですよね。なんでピンチするんだろう。やっぱその、濃いブランケット入んないよ。そうじゃないですか。わかんない。あんまり僕こういうのやったことないというか。いやー、そうやったことない、これ。確かに、まあ前の手もブランケ走ってるから、自分がちょっと頑張ってピンチすれば。確かに前の手より高くなったらね、ちょっと高くなったら、そうですね、あれ、わかんないですもんね。いや、確かに、それ、ありだな。かかり方が薄くなったり、うん、かかんなくなったり。これありっすね。いやー、それ、ワンチャン、いいっすね。うん。ここ的かもしれない。ここのオーバーは痛かったのかな、どうなんだっけ、これ。足り、ちょうどいいんだっけ、ちょうどいいのか。ちょうどいい。うん、ちょうどいい、そうそうそう。いや、でもここもう少し行けたら、ハーダーを入れずに済んだのか。うん、そうですね。あ、でもこれも抜かせない。まあ、抜かせないか。抜かせはするのか。うわ。うまいなぁ。これもの、あーって言いながら突っ込んでる。あー。また右からブローが来る。
反対行く。ノージャイです。うっそ。え、ゆうこさんもノージャイ？僕ノージャイです。ああ、僕即ジャイしますね。え、これノージャイじゃないですか？わかんない。ちょっと後ろフィュッて見てほしいですけど。後ろ、カズキは見ないから。しますけど。まあ、でもノージャイな気がしますね。あす。ノージャイです、これ多分。うん。なんか、逃げるブローな気がして、こっちは。あとあと。ああ、いや。そんなことないんじゃないですか。これ、結構、確信持ってこっち行きますけどね。おぉ。僕だったら。まあ確かに最後、うん。ヘダーを使えれば。僕結構すぐ、ああ、どう ?49er でしょ ?49er。僕反対行っちゃいますね。どうなの？伸びたんだろうか。伸びたのか。伸びてないのか。伸びたのかな。得意か。誰を抜か、やっぱそ、まあちょっと即座はあれが遠すぎるか、ブローが。うん、ブローちょっと遠いですね。ここでだって、ここで、ここなんで。まあ、リーチングレグで、結構左行くから。そう、ここの、そう。ここでこんだけあるじゃないですか。確かになぁ。こっからどんどんまたこっちに行っちゃう。あぁ。逃げて。で多分ブロー入んのここら辺、ここら辺からじゃないですか。ここから合わせて取り入れてくるか。わかるかなーって。結構遠いですね。FC さんは捕まんなかったのか。あれでもなんか計算が合わない。あ、途中でジャイブした人が行っていて。ああ。そうなると前の2人が、前の2人とかもう爆伸びしてんじゃない？なんかめっちゃ上げてんじゃないですか？もう一回こっち寄せてる人もいるな。前の2人、あれ？うん。まあ、こんなもんすかね。結構なんかこういう、あれありますよね。その、なんていうんですかね。なんかその、入ってたのは、そのこの、即ジャイブローなんだけど、はい、なんか、なんて言うんだろう。クローズで、その、使ってたのは即ジャイのブローなんだけど、で、めっちゃ濃いんだけど、即ジャイのブローが。だけど、なんか、微妙にこう、ちょっと離れてて、で、逆になんか右、そのノージャイ側のブローも、ちょっと入りそうで、みたいな。その時の判断。これでも、なんか、あれじゃないですか、なんか、中途半端に真ん中走ってる人が、遅くいいのかな。落ちてるだけ？わかんない。どうすかね。どうなんだろう。これ誰だ？ナポリ、モロディナポリと、ゴディとかもいる。あ、でも、パブロ、モロディナポリが消えてるな。なんで？モロディナポリはどこにいた？反対か？反対奥で落ちたんだかな。え？どこにいんだ？どこで順位を下げたの？これパブロですね。パブロ。で、こいつが、こいつですよね。ああ、はい。これのピース。で、これが？あ、そっか。これ誰？ナポリとパブロを抜かして6位。え、多分アメか、なんだろう。国旗ないなら。これノージャイです。ノージャイで、アメだな。ああ、そう、ここでジャイブして。こいつ、だから、エンダー。
ファブロは先に最後ジャイブして、内側入って、ファブロを浅めに入って。だからやっぱとりあえず外側いなきゃいけないんですよね、きっと。あ、まだナポリは反対行ってる。これは雨。はい。これ雨、今。ナポリどこまで行ってる？雨も上げてますよね、多分。上げてるんですかね。でも最終的になんか4位とか5位とかだったんで分かんない。上がってるのか。あ、ここでパブロがジャイブして、順位落としてて。これか。ナポリ奥まで行ってんのか。やっぱ左奥。これナポリです。これが、あ、こちら、これがあれか。これが雨。はい。はい。で、雨でも5位、5位開口っすね。で、和樹くんが8位開口ですね。レパブロで。その白いのだが誰だっけ？あ、それ FC さんか。FC ですね。まあ。え、ナポリ。まあ、行けばあげれた。ナポリ、最下位まで落ちてますか？俺。え？最下位？わかんない。ナポリの名前が見え、10位までに見えなかったから。そんなことある。めっちゃでも落としてそう。FC さん3位で、2位、1、2、3で。ラメが5位で、4位がジョーズ・ゴディード。ゴディード。だから。まあ。まあでもあんまか、言うて。ちょっと右の方が有利だったなって感じですね。これ、あれですね。今、左上の、図の右界面の一番後ろでボート走ってるのがナポリかな。うん、そうなんですか？マジっすか？スタボ走ってるのが FC さん。これ、あ、これ、これ11位ですよ、今。今、この時点で。あ、まあ、待って、あ、この時点で。これだから、ナポリが。あ、はい、11位ですよ、これ。だから多分。ここら辺、ここら辺じゃないですかね。いや、でも、一番後ろってことなんじゃないですか、11位だから。あ、そっか、11位だから、一番後ろだから、これか。その、多分、もう一手同じ色。後ろいないのか。後ろいないのか。下もこっちに固まってるやつだだけなので。うん、そうですね。あー、でもやっぱ、あれだ。ナポリ、変なところでジャイブしてるな。奥走ればいいのに。うん。うん、あ、2ジャイブして、もう一回ジャイブしてる。うん。そうですね。まあ、まあ、まあ、でも、にしてもみたいな。それなくても、そうですね。めちゃくちゃ遅れてる。危ない、危ない。やっぱり、ブローが遠すぎると、いくら入ってきても。うん。いや、難しいなぁ。あとは、フレー。でも、結構、勉強になった、マジで。個人的にみんながどん皆さんがどんだけ歓迎されてるか勝手に俺がやる分にはそれは聞いてた方がめっちゃ真面目にやるし僕的には僕的にはありかな。そうですね。まあ、なんか誰みん皆さんもこうなんかラジオ感覚で、ね、聞いたらまあいい、よかったり。みんなで議論するのもいい。うん。そうですね。でも今回は和樹くんが、和樹くんのやつ持ってたの。なるべくあれですね。その人がいた方がいいですね。ああ、そうですね。その人がどういう、そう、考察した上で、その人がどういう意図を持ってやったのかっていうのを知れると、よりいいですよね。うん。うん。って感じですかね。はい、まあ、引き続きじゃあまたやります。はい、来週も。お、来週も。はい、来週もまあできればやります。はい、まあでもネタがないですね。ネタがない。うん。練習レースします。どうします。ああ、いや、まあ、なんか人が集まらなそうというか、まあ予告もしてないし、まあ、夜遅いしいいかなっていう感じなんですけど。うん。
一回呼びかけてみようかな。あ、まあでも全然やる分には。やる気出てきた。ちょっとやる気出てきたんで。はい。練習レースします。はい。じゃあ録画止めます。